お褒めの言葉、お礼を申し上げますわ。あ、こいつはまともだな。参ったな。で、これ待った。でも、ボロブック古書道から帰る道が他にもあったのは事実です。ああ、地図に書いてありますね。キャラバッシュロードでしたっけ。まさにそうなのです。でも、大事なのはその日本人がその道を通ったかどうかですよね。まあ、そうです。それで、今のところ通ったという証拠はないわけですよね。確かにそうです。肝心の被告人自身もどこを歩いたか覚えてないのですよね。追い詰められてるよ。言われてみればそうです。真冬の夕方は寒いし暗いし、一刻も早く帰りたいですよね。考えてみればそうです。負けてんぞ。だからブライヤーロードから帰ったと考えるべきなのですよ。ぐっ、逆に説得されちまったぞ。僕としては今すぐ有罪って決めつけたいわけじゃないけど、被告人がキャラバッシュロードから遠回りして帰った合理的な理由、せめてそれを聞かせてくれたら考え直してもいいんですけどね。漱石さんが遠回りして帰ったかもしれない理由か。確かに説得するためには理由が必要なのでございますね。待った。なんでございましょう。あなたは大家さんの奥さんですよね。被告人の下宿の、まあ奥様だなんて、私めメイドでございますわ。こんなところでも正体を隠すつもりなのか。あの、どうして昨日お話ししてくれなかったのですか。この裁判の陪審員に選ばれていたこと。陪審員のことはね、裁判の日まで誰にも言っちゃダメなんですってよ。陪審員の手引きにそう書いてあるんだから仕方ないわ。漱石さん、被告人はあなたの屋敷の部屋に下宿しているのですよね。そうなのよね。まあまだ1週間ポチだけど、毎日同じ屋根のもとに暮らしていればわかるのではないでしょうか。あなたには漱石さんが犯罪に手を染めるような人物に見えますか。ええ、もう見えなくもないかしらね。え、あの人ね、暗い部屋に引きこもって出てこないし、ひげが怪しいし、目はぐるぐるして口も聞かないし、近所でみんな噂してたのよね。あの日本人は部屋で爆弾でも作っているんじゃないかってね。うう、ひどいです。漱石様のことそんな風に。人畜無害な本好き、それ以上でもそれ以下でもない漱石様なのに、それはそれでなんとなくひどいような気がします。とにかくこのメイドさんに喋らせるのは危険だな。ちょっと待って、こいつら揺さぶる必要あるかわかんないけどさ。そんないい加減では困ります。被告人の人生がかかってるんですよ。うるせえやい。今日の仕事だってな、俺の人生がかかってるんだぜ。え？あんたにはわからないだろうが、俺はその日雇いの労働者なんだよ。一日でも休んだらガキと女房に飯を食わせられねえの、わかるか？はあ、それは大変ですね。毎日組合に顔を出して仕事をもらう。もちろん早い者勝ちなわけ。この時期、地下の水道管やガス管がそこらで破裂しやがるからな。安い金で雇われて朝から晩まで道路を掘り返して修理をするわけだ。それでは、事件が起こった日も道路を掘り返していたわけですか？あー、これ道が塞がってたみたいな。聞けるんじゃない？もちろんよ。あれ？そういえば、あの日の現場は近所だったな。あの古臭い本屋の
なんだって？確かメシャムロードだったな、あの通りは。メシャムロード、この地図に書かれている通りでございます。五号さん、今の発言、主張に変えていただけますか？そんなことより、このお遊戯をさっさと終わらせてくれっての。お願いします。うーむむ、わかったよ。メシャムロードを掘り返してた、メシャムロードを掘り返してた。メシャムロードってここだ。だからこっち側から通って帰れないってことだ。ついでにちょっと待って、人物の方、緑色のコート、こいつじゃね？緑色のコート着てるやん。あ、こいつも緑だけど、こいつも緑みたいなもんだよね。これはどうしようかな。もうぶつけていいかな。これだ、これとこれをぶつける。はい。この2つの主張は明らかに矛盾しています。矛盾ですと、説明を命じます。この僕が人様に指を刺されるなんて、なんだよ。さっさと終わらせてくれよ。陪審3号さん、よろしいですか？あ、はい、何でしょうか？今の陪審5号さんの主張には重要な意味が潜んでいるようです。ここでその言葉をもう一度地図で検証してみましょう。事件のあった日、漱石さんはこの本屋で古書を買い求めました。そしてこの日、メシャムロードでは道路を掘り返して工事が行われていた。つまりその古書店から帰る時、被告人はこの道を通って下宿に戻ることはできなかったのです。あ、確かに。どうなんですか、五号さん。まあそういうことになるかな。何しろ道路のレンガを2ヤードもぶっ壊して穴を掘っていたからな。気取った紳士淑女の連中なら10人中10人と回り道をしたぜ。それではやはり被告が下宿に帰るためには遠回りするしかありません。そういうことになります。あー、3号なかなか、いいね。そういうことになるのか。陪審3号さん、あなたはこう言っています。わざわざ遠回りをする理由なんてあるわけがない。しかしその理由はあったのではないでしょうか。確かに。裁判長さん、ちょっといいですか。僕、何でしょうかな。僕、無理をして今有罪にすることもないかなって。もう少し僕、審理を続けてほしいです。いや、なんかほんと2番と3番今回まともだな。いいぞいいぞ。何してるんですか、5号さん。俺か。わかったよ。俺の掘りくり返した道路だ。俺がしっかり埋めてやるよ。まさかこいつからこんな重要な発言が聞けると思わなかったね。やりましたね、なるほど様。見事でございます。評決が変わった。これで状況が変わりましたよね。はい、これで陪審の皆様はもう一度考えなければなりません。自分の評決は本当に正しいのか、非常に重要なことでございます。何かもう一つ漱石様の疑いを晴らすような手がかりがあれば、こんな勢いだけで下された評決ひっくり返せますとも。そうですね、やってやりますよ。
バージークスケンジはここで審理を終わらせようとしている。それだけはさせない。どんな手段を使っても。それでは弁護士は最終弁論を続けるように。はい、はいはい、無罪に1票と。でこのおじいちゃんね、あ、すまんがもう一度お願いできますかな。いえ、まだ待ったしか言ってませんけど。ボロブック古書堂、よく行かれるのですか。あの店で古い本を眺めて、うちで古い茶を飲みながら読む。古い茶って何。それがわしの毎日じゃろ。当然あの日もそうじゃった。事件の日、ボロブック古書堂に行ったのは何時頃でしたか。午後いっぱい書物を物色して、5時ちょい前に店を出る。ちょっと待って、この人も緑色のコート着てるよね。この人じゃないの。それがわしの毎日じゃろ。当然あの日もそうじゃった。午後5時前ですか。ちょうど事件の頃だ。その時刻間違いありませんか。ああもちろんじゃろ。よく覚えておりますわい。何しろあの日はひどい目にあったからの。ひどい目に。キャラバッシュロードの細道がカッチコチに凍っていましたからな。雪が止んだばかりの歩道でステンとこう転んでしまいましたわ。まさか陪審員の中にいると思わないよね。すっかり気絶してしまって、天国のばあさんが手招きしてましたな。ちょっと待ってください。キャラバッシュロードですか。もちろん。だってわしの家はコーンパイプにあるわけじゃろ。ボロブック古書堂からの帰りはあの細道が近いのじゃよ。陪審6号さん、ただいまのあなたの発言、主張に変えてください。重要な意味があるかもしれません。あ、すまんがもう一度お願いできますかな。どういう風に変わるの。なるほど様、まずはお二人の評決が変わりました。ええ、残るはあと2人ですね。次も強烈な一撃で天地をひっくり返してやりましょう。今度スサと投げを教えてもらうべきかもしれないな。多分、女の人とこれだと思うの。あの日の夕刻、キャラバッシュロードですっ転んで意識を失っちまいましたな。もういけると思うんだよね。この2つの主張は明らかに矛盾しています。矛盾ですと。どういうことですか。よろしいですか、陪審2号さん、そして6号さん。ええ、何かしら。あ、ちゃんと聞いてる。おじい様の耳には、あ、聞いてないのか。届かなかったようでございます。やばいじゃん。渾身の大音声だったのですが、とにかくはっきりしている事実が一つあります。古書店の領収書が示す通り、事件のあった日、被告人はボロブック古書堂で古本を買って、そこから歩いて下宿へ戻ったのです。でもその時の帰り道は覚えてないと言ってるんでしょ。ええ、そうみたいですね。ただ被告人は下宿に帰る途中、一つの人影を目撃しています。緑色のコートを着た人物が突然通りの雪の上に倒れ伏したと。そう、その人影こそが刺された被害者の女性ってことよ。本当にそう断言していいのでしょうか。どういうこと。陪審6号、おじいさんの言葉お聞きになりましたね。
事件のあった日の夕刻、被害者の他にもう一人、緑色のコートを着た人物が現場付近の路上に倒れたのです。あ、おちょっとこっち見たな。まさか。そうです、その人物とはもちろんそこのよく聞こえていない陪審6号さんです。それじゃまさか被告人が見たと言っている緑色のコートの人影の正体は、そこでニコニコしている緑のおじいさんってこと？その可能性は十分考えられます。何しろそこのおじいさんは被害者とその体型もなんとなく似ていますからね。おお、なんてこと。あ、何ですかな、もう少し大きな声で。そして重要なのは、緑色のコートを着たおじいさんが転んでしまったその場所です。キャラバッシュロード、被告人の目の前で倒れた人影があのおじいさんだったとすれば、漱石さんはあの日古書店から遠回りをして帰ったことになる。そしてその場合は当然事件の現場ブライヤーロードを通ることはありえないのです。キャー、おいじいさん、なんだってそんなとこをうろうろしてたんだよ。しかもそんな紛らわしいコートなんか着ちゃって、もうなんじゃと。年寄りは街をうろうろしたり滑って転んだりしちゃいかんのか。最近流行のおしゃれなコートをいなせに着こなしちゃいかんのか。お、なんだなんだ、無罪に入れるか。ちょっとよろしいかしら裁判長様、もしかして評決の変更ですかな。ええ、私無罪に変えることにしますわ。に、2号さん、そしてこのわしもじゃ。え、ひたすら逆らってみたいという気分だけでこうしてくれるわ。動機が不純。いいね、覆りました。最終弁論の結果、陪審員の評決に変更がありました。有罪が2人、無罪が4人。したがって本法廷は現時点で評決不一致とみなして審理の続行を命じます。やったね。あれ、